はい、それでは皆さんこんにちは、ゆうカフェのゆかです。今日はね、ボルチャンディっていうチェジュの東側の海、綺麗な海のエリアに位置してるカフェをご紹介したいと思います。結構ヴィンテージなインテリアで有名ってインスタグラムで載ってたんだよね。見てみようと思います。見てみます。名前は、ムーニっていう、ガラっていうムーニっていうカフェになります。では行ってくると思います。バイバーイ。ここがカフェの外観になります。かわいい。中はね、すごい狭いんだけど、でもやっぱりインテリアこだわってる感じで、ヴィンテージだし、うん、雰囲気はすごいいいです。で、あと結構人も入ってて、チェジュっぽい感じで、インテリアもすごいおすすめです。で、まあ飲み物とかは、値段はまあそこそこかな。個人で売ってるカフェの値段って感じ。私たちは、ノクチャラテ、で抹茶ラテと、あとチョコラテ、おっぱが好きなココアを頼みました。ここがトイレの入り口だって。じゃーん。こういう本当に田舎の細い道にあります。はい、それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。皆さんの参考になったら嬉しいです。次の動画で会いましょう。バイバーイ。